広告ってお金がかかるし、ブランディングをしたいけど何から始めたらいいかわからない。プロに任せたら費用ってどのぐらいかかるの？現代はマルチスクリーン時代。大企業も中小企業もマーケティングの手法として動画ビジネスを取り入れ始めています。理由は通信技術の向上やデバイスの普及。2017年にはスマートフォンがパソコンの保有状況を上回り、媒体広告費はテレビからインターネットへシフト。日本の SNS 市場の普及率は約 80%。 世界の市場はさらに広がりを見せています。現代においては重要なマーケティング戦略です。動画広告を通して広くアプローチが可能。伝えられる情報は文字数で表すとなんと1分間に180万文字。コスト削減とともに広告効果を高め、口コミ効果を生み出します。例えば自社サイトに YouTube 動画を埋め込み、サイトへの滞在時間を長くすることで検索上位に表示される確率が格段にアップ。マルサポはコンテンツ制作だけでなく、その活用方法もサポートいたします。市場は世界へ。ビジネスを丸ごとサポート。お気軽にお問い合わせください。